さてさて。お部屋にはご満足いただけてますでしょうか。追加。うまくはまりそう。少し変化したけど、もう安定してる。これまでにない変化は？いいえ、前と同じで、アーティファクトが増えると出力も増えるけど、やがて調和する。まるで他のを待ってるみたいに。推測だけど、あなたの言う通りだと思う。もっと集めましょう。さて、受け取って。コンステレーションへようこそ。ああ、ちょっとかぶってる。これで正式に仲間よ。はい。あ、コンステレーション用宇宙ヘルメットと宇宙服か。共に偉業を成し遂げましょう。みんなで。ところで、これからも一緒に旅をする気はある？今回はデスクに座ってなんてられない。あなたにもそうしてほしい。オッケーだけど、来なくていいかな、別に。一人の方がやりやすい気がする。ちょっと今回は一人にしよう。こういう気持ちになるのね。いいわ。でも仕事はしてもらうわよ。まず、サムコーが探索を計画してる。場所は自由構成同盟の領域内。彼はあの辺を知り尽くしてる。それから軌道上に私たちのスターステーション、愛がある。そろそろウラジミールに会わせたいわ。それから最後に、ノエル、まだバレットから連絡はないの？アルゴスエクストラクターズから、ベクトラでは撤収が始まっているという連絡があっただけ。まずいわね。直接現地にバレットの様子を見に行った方が良さそうだわ。え？バレットピンチ？はい、この人仲間になった。取引できんのか？てか、ウラジミールって誰？軌道上に私たちのスターステーションがあるの。新宇宙のスキャンは全部そこからやってる。ウラジミールはステーションを運営してる優れた天文学者よ。経験も豊富。エリスグリの書。ああ、取引できる。取引というか交換か。別に。それじゃあね。もらった装備を見てみるか。ああ、まあ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 。まあ、てか価値高いな。今までこんなオンボロ宇宙服着てたのか。まあこれも、なかなか。ちょっとこの辺の装備いらん？売るか。これはなかなかいいよな。これいつ手に入れたっけ？いつ手に入れたか忘れたけど。しかもさ、よく見たらキャリーアシストついてるしさ、重量オーバーでも7割ぐらいの酸素消費量でとどめてくれるのか。よし、あ、メインミッションがいくつかできた。なんだけど、これちょっと気になるな。あの、さっき倒した敵から拾ってる秘密拠点のスレート。スレート、スレート。つか、なんなら二つ持ってる。はい。あれ？これ同じ内容だな。デネボラ。デネボラこれ、IB。1B。行ったろー。あー、遠い。これどっか経由しないとダメだし、結構要求レベル、要求レベル？レベルも高い惑星だな。ちょっと惑星経由して行ってみよう。やあ、パイロット。こちらジェロー杉山。え？支援がいる。この件については口外しないでもらいたい。支援が可能であればできるだけ早くパラディーゾのメインセキュリティオフィスまで来てもらいたい。以上だ。あれか、あ、別タスク発生しちゃった。杉山さん。ちなみに今はちょっと惑星経由中で、目的地デネボラ惑星の手前ポリマ星ってところに来てた。
ちょっと用はないから。これでこっちに。ゴー。着いた。ここ最近ゴロつきに絡まれなくて助かるわ。デネボラ星系 B ってことは A もあるんだろうな。これね。0.64G。動物とかはあんまりいないっぽいな。着陸。マンティス。あれ、かなり荒廃した、かなり荒廃した土地じゃね？太陽放射。こっちには警戒はしてない。スペーサー。スペーサーがどっかに襲撃かまそうとしてんのか。大丈夫かこれ。まあいいや、一人はやっちゃおう。バレてない。つかこいつめっちゃ足速かったぞ。近接ダメージマイナス。エビ、なんでこいつらエビ持ってんだろう。あ、こっちの場所分かってないから適当に撃ってるぞ。いや、いいわ、カメレオンヘルメット。立ち止まってて敵の視力がアホなら、見つからねえ。まだいんのかな？わからんけど、これは、オートリベット。バズーカみたいな武器だけど。銃火器？装備しておこう。体力が最大の時に与えるダメージ2倍？マジで？ちょっと飯食って回復しよう。女武器。マンティスの巣。いらっしゃるな。こういう時はこの辺に行って、あ、待て待て、カメレオンとか、何言ってんだ。今装備してねえじゃねえか、ヘルメット。30。なかなか。これさ、潜伏状態になると敵の場所わかんなくなるんだよな。いた。見えない何かに当たってる。はかって、あ、ちょ、そこ微妙に見えない。しかもこれ武器までカメレオンになるから照準が見えなくなる。よし、こっちの場所分かってねえぞ。動き回るな。いけ。
あとこいつだけか。アクソエイム。トゥームストーン。よし。入るか。なんかレアもんでもあるといいんだけど。ここには謎がある。そうだね。スペーサーがここから出ろって言ってたしね。金目のものがあると分かりながら来てるんでしょう。詳しく調べる。敵はいるか。いるね、スペーサーいるね。まず相当だ。バンディスはビーストとかジェイガトーとかマジにヤバいものをやっつけたって親父は言ってた。その通り。わお。これステルススキル上げてるから。本来であればドア開けろって気づかれるんだけど。どこにいる。はい、わお。よしよしよし。あ、スレート持ってる。なんか今興味深いスレート持ってなかった？こいつ金庫って書いてなかった？これこの巣は宝の山だ。マジ？いい品物はもっと奥にある。ああ。根こそぎいただいちゃうもんね。うどん。よしよ、レオン。もう少し。わかってる。今まで大変だった。マンティスのマントは重荷よね。でも、いいこともたくさんある。スペーサーや海賊には恐れさせるものが必要だもの。誰かに監視されてる。越えてはいけない一線があると認識させるために。よっ。あなたにはできる。絶対にできるわ。油断せずに集中するのよ。あと少しだけ。ステルスがいい感じになってきたな。これボスんか？バレッタ。これ、ああ、これそっか。体力マックスの時じゃないと攻撃力倍にならないから、もうエンバー。はい、あ、まだ来た。ああからはわしのもんじゃ。こいつなんか持ってるぞ。通信内容。レオン・ボクレインで、弁護士と会ってパーティーの準備をしたんだ。きつかったよ。ビデオ遺書は心に響いた。おふくろとはもう何年も話してなかったけど、おふくろは具合が悪そうだった。おふくろだった。相変わらず奇妙でイカれてて不可解で、そもそも息子の存在を覚えてたことに驚いたね。あれは聞いててつらかった。胸を打たれそうになったよ。でもそこからがひどいオチだ。おふくろの秘密基地に行かなきゃ遺産はない。デネボラ 1B だって。それで遺書の締めくくりの言葉は、愛してるでも自慢の息子よでもなく、シックセンパーティラニスと来た。やれやれ、また例のラテン語の格言だ。独裁者は倒れるとかいう意味だけど、おふくろの口癖だった。ありがとな、おふくろ。本当にありがとう。遺産が眠ってる巣なのか、ここ。エキスパートがなんかしれっと転がってる会場。 OK。 そんなもんか。ハンドガン別にな。
割と苦労して開けることのある金庫とかあるけど、期待外れになることの方が多いんだよな。また死体だ。わお。拾ってちょっとビクってなるのやめてほしいんだけど。リップシャンク。莫大な遺産でもあるんでしょうね、この奥深くに。やべ。見えなかった。ショットガン。これノックバックするからね、超強い。わーわー、ちょっと待って、何？痛すぎ。急に燃え上がった。ステルスレーザー。クイノックス。リップシャンク。何が爆発炎上した今。ちょっとすぐバレるな、これ。来る、こっち。ダメだ、これ。発光がダメなんだろうな。エンバー。ほら、燃え広がれ。これ、パイプとかこう食ってたら、爆発すんのかな。ちょっと精度が悪い。敵多い。よし。マインドコントロール。マインドコントロール、支配下に置くと敵対するらしいな。なんかこっちやってきたし、さようなら。あ、いいもん持ってたんじゃないの。おう、鉄鋼弾。あ、レオンの死体。なんかさっきレオンがどうのこうのって。遺産をめぐって争いがありましたみたいな、そういうエピソードがある場所か。やべ、まだいた。はい、支配します。これ支配強すぎだろ。支配が終わったら倒していいわ。はい、オッケー。一人でも支配できればいい。こいつ強え。まだいる。はい、オッケー。さてさて、レベル上がったな。どうしよう、ちょっと今ならハンドガンの火力を上げてもいいところだけど、宝鐘術を上げてもいい。まあ、いっか、ピストル育てよう。ピストルがなんだかんだ言って操作性はいいんだよな。弾もね、セミオートで節約できるし。で、ちょっとまだいんのか分かんないけど。あ、マンティスの正体。
ティスだってありえない。だってマンティスなんておとぎ話だろ。海賊が好き放題しないように止めるための、まあ可能性はあるか。お袋はどこで財宝を見つけたか一度も話してくれなかったからな。それにお袋はどこでも生きていける人だったし、ちょっと飲み込みきれない話だが。ああ、財宝はどこですか。それより財宝はどこですか。こっちの階段つながってんの。まだ下に行けるっぽいな。いらっしゃるな、これまだ。ヘルメットが置いてある。上級航海士用ヘルメット。ちょ、バレンド破へって。ダメだな、この装備。距離支配。あっち行かせよ。ここ行け。一人だけ支配してボコボコじゃん。うわ、多いな。中に誰か人がいるな。こいつ買って、なんかバフかかる薬。これだな、これに限る。ダメージ耐性。待って、あいつマインドコントロール解けてんな。あ、こいつらレベル高いからマインドコントロールできねえ。しかもダブルで30か。いい武器使ってんな。燃やすか。あ、違う。うわ、行って。一人ずつやらんと。あって、この射程ならショットガンだ。はい、オッケー。オッケー。ここ来るにはまだ早すぎたかもしれん。うわ、すげえの持ってんな。いただこう。あ、つか、そこにいたし。ちょっとアイテムを。あーれ、死んでる人がいる。さてさて。これ、タレットだったのかな？リビー。撃たないで！俺は丸腰だ！ねえ、助け合おう。俺、役に立つよ。だから、殺さないで！なんすか？こいつスペーサーかよ。俺はリビー。君を傷つけるつもりはない。この場所は罠だらけだった。あっちにもこっちにも罠。解除したけど。でもこの回廊はあまりにも危険だ。見た目は普通だけど、一歩踏み入れたらバタン閉じ込められちゃう。はあ。助かりたければ自分の価値を証明しろ。この回廊の通り方は誰も知らなかった。でも分かったんだ。床には文字がある。グリッドになってるんだ。文字は何かのスペルだ。でも当てはまりそうな単語やフレーズが多すぎて。はあ。なんでみんなそう言うのかな。ほら、
役に立っただろう。だから俺を解放してくれ、もしくは手を貸すよ。手伝わせてよ。はあ、まあまあまあ、立場を分からせた上で同行させるというのはありか。真のスペーサーって感じだね。俺はここでおとなしくしてるから。え、じゃあその頑張って。なんだ、特についてくるとかではないんだ。床に文字とな。うわ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 、待って、俺こういうの苦手。うわ、これ使えば多分解除できるんだろうな。